アイザック・ブロック、アイザック・ブロック、A、サー・イザーク・ブロック、1769年10月6日から1812年10月13日、バス勲章は、イギリス陸軍少将であり、イギリスの植民地アッパーカナダの統治者であった。戦闘における、優れた指揮と戦略家としての名声を得、特に米英戦争においては劣勢であった、イギリス軍でアメリカ軍の侵略に対抗した。 この功績でナイトの借位を授けられ、アッパーカナダの英雄という呼び名ももらった。ブロックは1802年にカナダ駐在となり、アメリカ合衆国とカナダの国境の防衛責任者となった。カナダやイギリスの多くの者が米英戦争を避けられると考えていたとき、ブロックは戦争に備えて軍隊や民兵の準備を整え始めた。戦争が始まったとき、 一般大衆の準備はできており、初戦のマッキナックトリデやデトロイトトリデで勝利し、アメリカの侵略を止めた。カナダでは兵士の脱走や反乱という苦難にも直面したが、ブロックの英雄的な行動が称えられ、バス勲章も受賞した。また、小児族の指導者テカムセと共に戦う機会もあった。クイーンストンハイツの戦いにおける、ブロックの戦士は、 イギリス軍の指導力にとって大きな痛手となった。ブロックはイギリス海峡のチャネル諸島に位置するガーンジー島のセントピーターポートで中流階級の家庭の8番目の息子として生まれた。学業時代は勤勉な学生として評判をとり、水泳やボクシングの腕前も際立っていた。体格的な優越さもあり、身長は6フィート2インチから4インチの間であったと言われる。 長じてその父や三人の兄と同じ道を歩むことになった。ブロックは、米英戦争における、デトロイト砦の占領などの功績で広く知られているが、それ以前にも輝かしい運歴があり、軍隊における出世が早かった。ブロックの早い昇進について、運や他の技量を上げる者も,もいるが、運、うん、技量のどちらも欠出してくるだけのものを持っていたと言っても過言ではない。 1785年、ブロックは15歳で、第8国王不評連隊に将位として入隊した。ここでは、連隊機の騎手を任された可能性が強い。ブロックは1791年6月15日に、第49ハートフォードシャー不評連隊に退位とし、転属した。ブロックのおいで、電気作者のフェルディナンド・ブロック・タッパーは次のような、逸話を紹介している。 ブロックはこの連隊にいる間にカリブ海で従軍した。しかしそこにいる間に熱病にかかりほとんど死にかけるまでになった。ブロックはイギリスに戻ってやっと病から回復した。1797年、ブロックは中佐の位を購入し連隊長となった。1799年、第49連隊はサーラルフ・アバー・クロンビーの下でバタビア共和国。 今日のオランダに対する遠征に加わった。9月10日、ジョン・ムーア少将の指揮で上陸している時に、ブロックは初めての戦闘に遭遇した。ブロックが指揮を取った時、第49連隊はまずい体形にあったので、実際の戦闘にはほとんど加わらなかった。ムーアがそれを補って、より訓練を積んだ連隊を使い共闘法を築き上げた。10月2日、 第49連隊は、エグモントープゼで、激しい戦闘に巻き込まれ、33名の命が、失われたが、前回の汚名を返上することができた。これがその後の任務を変えた。第49連隊は、エグモントープゼの海岸沿いに、砂丘の急斜面を登ったり悪路を通っての前進を、命じれた。この時、フランス狙撃兵の攻撃を受けて戦況が悪くなった。 約6時間にも及ぶ激しい攻戦の後で攻撃が一旦止み、目的地までは1マイルかそこらになっていた。続いて、拳やサーベルによる接近戦が1時間続いた後で、フランス軍が撤退を始めた。ブロック自身は、マスケット銃の流れ玉を喉に受けて負傷したが、制服の襟のおかげで致命傷を免れた。私は敵が撤退を始めたすぐ後で倒された。 しかし戦場を離れる気は、毛頭起こらず、30分もしないうちに舞台に復帰した、というブロック自身の言葉が残っている。1801年、74門搭載 HMS、ガンジス、ブロックの友人トマス・フリーマントルが艦長に乗っている、時にコッペンハーゲンの海戦に遭遇した。ブロックの連隊は、コッペンハーゲンの取り出攻撃に向かう途中であった。この戦いの結果、 取り出攻撃は不要となったが、ブロックはネルソン提督の戦術的な巧みさを身近に見ることができた。戦闘後、ブロックはフリーマントルと共にネルソンを祝福する和の中に加わった。1802年、ブロックと第49連隊はカナダ行きを命じられた。ブロック隊はカナダに着くと、はじめはケベック市駐在となった。不評のジェイク・バチェラーは、 こんなに素晴らしい景色は旅の途中で誰も目にしなかったと書き記した。到着から間もない1803年、カナダでは主要な問題となっていた脱走が起こった。7名の兵士が船を盗み国境を越えてアメリカに逃げた。ブロックは国境を越えて追跡隊を送り、脱走兵を連れ戻した。さらにその後で、ジョージトリデの士官から報告が入り、 トリデの守備兵が士官を捕虜にして、アメリカに逃げ込もうとしていると伝えた。ブロックはすぐに伝言,言を運んできたスクーナーに飛び乗り、ロジャー・ヘールシェフ・中佐の指揮する、ジョージ・トリデに向かった。予期せぬ、ブロックの到着を、旧ゴシラへの衛兵栄誉令が出迎えた。ブロックのカナダでの評判を後に作ることになるジェームズ、フィッキボンと到着兵と共に、衛兵の軍曹を武装解除し監禁させた。 それから取り出に入った。夕食の時間、兵士は全員宿舎にいた。ブロックは当直兵に反乱の指導者とみなされている兵士を連れてくるよう命じた。その反乱の容疑者が部屋に入ってくるや、フィッツギボンが男を押さえて、叫び声を上げたら殺すと脅した。同じようにして反乱の権威がかかっていたものすべてが捉えられた。最後にブロックは太鼓を叩かせ、 全員を召集した。兵士たちは宿舎を出て、ブロックの前に整列した。ブロックは反乱の計画に加わった者は前へ出よと、明じ、数人が出てきたのでこれも逮捕させた。続いて連隊に向かって演説し、反乱を知らなかった者の復従を求めた。復従を誓った者は宿舎に返された。ブロックは反乱の計画に加わった十二名と、脱走者七名を軍法会議のために、 ケベックに送った。そこで分かったことは、反乱計画者は、すべての士官を監獄に閉じ込めシェフのみを殺害し、ナイアガラ川をクイーンストーンで越えて、アメリカに入る計画を立てていたということだった。この結果7名の兵士が、重殺刑となった。ブロックのオイ・フェルディナンド・タッパーは、当時10歳であったが、裁判や刑の執行の場にいて、後にブロックに手紙を書いた。タッパーが書いたことは、 判断計画者が、シェフの厳格さにあって、そのような手段を取らざるを得なくなったと新聞の中で述べたこと、ブロックの指揮下にあれば、そのような行動を取らなかったと述べたことなどであった。ブロックはこの手紙に心を動かされた。ブロックは、この一連の行動の結果として、1805年10月30日に大佐に昇進した。1806年、アメリカ合衆国は、 次第にイギリスに敵対敵となり、両国の関係は1812年の開戦まで悪化の道をたどった。この敵意の原因は3つあった。アメリカの主権を犯すことに対する不満、イギリスによる貿易の制限、及び防衛力の薄い北アメリカのイギリス領を領土として取ってしまおうというアメリカの野望であった。アメリカの不満には、イギリス海軍によるアメリカ人水夫の強制帳簿、 数密陰例によるフランスの港の封鎖及びアメリカの西部辺境でイギリス軍がインディアンをそそのかして開拓者を襲わせていという思い込みがあった。アメリカのタカ派はイギリスを罰するためにカナダ侵略を要求し、インディアンに代表されるアメリカの利益に対する脅威を減ずることを要求していた。同時にアメリカの新しい領土が混み合い始め、 あとにマニフェストデスティニーという言葉で表されることになる。北アメリカ大陸のすべての土地は、神の意志でアメリカ合衆国が支配することになっているという思想、態度が広まりつつあった。アメリカの高派は、カナダの開拓者が立ち上がって、アメリカ軍を解放者として迎えてくれるものと見ており、トーマス・ジェファーソンは、カナダ征服が、ほんの興奮するだけのことであると言って、 アメリカの大衆を確信させた。この脅威が見えてくるにつれて、ブロックはカナダの防衛強化に素早く動いた。ケベックの要塞は壁を作り、砲兵大隊を作る、ことで強化した。ブロックは正式の教育はあまり受けていなかったものの、大砲の操作や設置に関する、科学的な書籍を読むことにより、強力な防衛拠点を作り上げることに成功した。また、故障。 河川の作戦展開に必要な海兵隊部門を再調整し、五大湖を確保するために必要な海軍力まで作り上げた。このことは米英戦争で極めて重要な要素となった。1807年、ブロックはカナダ総督のジェームズ・ヘンリー・クレーグによって順庄に昇進し、1810年にはアッパーカナダの全軍を指揮することになった。この期間、 ブロックはヨーロッパでの従軍を求め続けた。1811年、さらに少々に昇進した。その年の10月に副総督のフランシス・ゴアがイギリスに戻ったので、ブロックが暫定的な副総督となり、アッパーカナダの統治者となった。このために、ブロックは軍政面も民政面もすべて見ることになった。1812年の早くにヨーロッパ勤務の事例が来たが、 ブロックは合衆国に対してカナダを守るのが自分の義務と考え自体した。ブロックはアッパーカナダの管理者として戦争に備えていくつかの改革を行った。植民地議会の反発はあったものの、まず軍法を改定し、志願兵の利用を可能にし、これら新兵の訓練を強化させた。さらに守りの強化と補強を続けた。また人の指導者テカムセなどのインディアン指導者と、 渡りををつけ、アメリリカとと、の戦争が起こったた。場合にイギリスと同盟流化を確認した当時の一般的な見方ではカナダは侵略されればすぐに落ちてしまうとされていたがブロックは植民地の戦力で戦う戦略を模索し続けたアメリカ合衆国は1812年6月12日にイギリスに対する戦線を布告したブロックは現状の準備では 植民地全体の安全を守るには不十分だと感じたので逆に構成に出て戦略上重要なマッキナック取り出を脱手する行動に出た。この作戦は完全な成功であったがブロックはまだ足りないと思った。これらの努力はジョージ・プレボスと総督1811年にクレーグの公認となったが戦争に対しては慎重な態度をとっていたことにより邪魔されることになった。 プレボストは防衛に専念することに重きを置き、アメリカ領土への攻撃には反対していた。7月12日、アメリカ軍はウィリアム・ハルの指揮でサンドウィッチ、現在のオンタリオ州ウィンザーからカナダに侵攻した。この侵攻はすぐに停止され、ハルは撤退したが、ブロックはこれをプレボストの命令に背く言い訳に使った。ブロックはテカムセの援助を確保して、 デトロイトに向かった。この時点で、インディアンの数を含めても、ブロックの兵力はほぼに対1で負けていた。しかし、ブロックは春を臆病な男と推測し、特にテカムセたちインディアンを恐れていると思った。ブロックは春を脅すためのいくつかの仕掛けを使うことに、した。まず、援軍を射絶する、伝言、表面上プレボスとあてを春の手に入るようにした。そこに書かれた理由は、 インディアンの協力で十分に砦を落とせることとし、すなわちこれ以上のイギリス軍はいらないとしていた。次に民兵に正規兵と同じ服装をさせ、全軍が農夫や商人ではなく正規不評であるかのように見せた。こうしてデトロイト砦を包囲するとサンドウィッチの町の川向こうに大砲を据え、慎重に仕組まれた行軍を何度も行って、実際以上に インディアン同盟軍がいるように見せかけた。もう一つ、テカムセの部隊にできるだけ、創造しい音を立てさせてその兵力を偽装し、とても制御できないようなインディアン集団がいるように、印象づけて、春を怯えさせた。最後に、ブロックは春に降伏を要求する文章を送った。次は、その一部である。これに続いて、大砲の砲弾を取り出に向けて放たせた。8月16日、 ブロックの文章を受け取って2時間後に春は無条件降伏した。春は年長であり、軍隊での最近の経験がなかったので、降伏しなかった場合に受けるインディアンの拷問をひどく恐れた。デトロイトトリでのダッシュはアメリカの士気を損ない、その地域のアメリカ軍の脅威を取り除いたことで、ブロックにとって大きな勝利であった。翻えてカナダ人の士気は大いに上がった。 ブロックはアメリカ軍の物資を抑え装備の薄い民兵に配分することで自軍の戦力を上げた。最後に戦うことを能力の印であり歩きを示すことであると考えるテカムセや他のインディアン州長たちの支援を確固たるものにした。テカムセの支援を得るためにブロックは小人族に対して多くの約束をした。独立した母国を施行する。 小児族への相談なしでは停戦の交渉を行わないと約束した。テカムセの支援が必要だったブロックにとってこれは疑いもない条件であったが、ブロックが裏切って交渉したという証拠もない。また、テカムセはブロックを信頼し尊敬しており、初めての会合の後で、これが男だと言ったと伝えられている。ブロックはデトロイトトリゲダッシュの功績に対してナイトの称号を受けたが、 その知らせが届く前にクイーンストンハイツの戦いで戦死した。デトロイトトリデのダッシュはミシガン遵州の大部分のイギリス支配も可能にした。ブロックはアメリカ領内への進攻作戦を続ける作戦を練ったが、プレボストがアメリカのヘンリー・ディアボーン少将と戦交渉を始めており、それ以上の行動に移せなかった。このことがブロックの動きを失速させ、 アメリカ軍は軍隊を再編して、カナダ侵攻の準備をする時間を得た。ブロックは、アメリカ軍が侵攻してくる地点を予測できず、躍起になって、アッパーカナダ全体の守りの備えのために働いた。一方、連邦党員で、あまり軍歴もないままに、政治的に指名されたアメリカ軍将軍、スティーブン・バンデン・セリアが、ニューヨーク州ルイストン近くに大軍を率いて現れた。 バンレンセリアは大統領からの圧力も受けていた。バンレンセリアはその軍隊の質に関しては大きな危惧を抱いていたが攻撃する以外の選択肢はなかった。事態をさらに悪くしたことにバンレンセリアは軍隊経験がないために正規軍の大多数から信用されていなかった。1812年10月13日の早朝、アメリカ軍は ナイアガラ川を越えて、クイーントンハイツの戦いに突入した。イギリス軍からの激しい砲撃をものともせず、第一波のジョン・イーウル隊意識する部隊は、川の向こう岸に上がり、両指導を通って丘の上に向かった。続いて、イギリス軍砲兵隊を攻撃し潰した。近くにあった、ジョージトリデにいたブロックは丘にいる、小さな部隊を指揮するために急行した。 大砲が使えなくなり、アメリカ軍の残りの部隊も川を越えてくることを恐れた、ブロックは丘の上からの直接攻撃を命じた。率先垂範しなければ命令するに値しないという、ブロックの個人的な哲学そのままに、ブロック自ら攻撃隊の先頭に立った。この攻撃は成功したかに見えたが、そこで反撃を食らった。ブロックは手を打たれたが、さらに第二次攻撃も指揮した。 ブロックの将軍服は明白な目標になっていたので、この時にアメリカ軍狙撃兵に撃たれて戦死した。狙撃兵の一人はブロックの温心不通になっていた兄弟で、マッケンジー・ブロックといい、アメリカに寝返った後、アメリカ市民となっていた。マッケンジーが子供の時にアイザック・ブロックに屋根から落とされて危うく死にかけたことがあった。 ブロックの最後の言葉は、セルジット。ラテン語で立ち上がる。あるいは続行するのいい。あるいは、続けよ。勇敢なヨークの勇士よ。あるいは、私の死に注意を向けてはならない。それは勇敢な仲間が勝利を得ることを妨げると、様々に伝えられている。しかし、ブロックは即死とも伝えられており、これらの証言にしかとしたものはない。ブロックの死の後で、シェフが戦場に到着し、 イギリス軍の指揮を取った。直接攻撃を行った前任者とは、対照的にシェフはより注意深い態度を選んだ。このことが最終的には成功し、アメリカ軍に対する勝利につながった。イギリス軍の損失は50名程度であった。この戦闘中、第49連隊は将軍の司会しを時の声に使ったという。マッケンジー・ブロックが捕虜になった時、水につけられて、 裏切りの残悔をやらされた。戦闘が果てた後、シェフとその付き添いが、ブロックに多年使えたジョングレック隊員に、早々の手配を任せた。10月16日、ブロックとマクドーネル大佐の創列が、成長から、ジョージトリデまで続いた。イギリス軍の兵士、民兵、インディアンたちが、道の両側に並んだ。棺はジョージトリデの北東隅に新しく掘られた。 墓穴に降ろされた。イギリス兵は二十一発の長砲を三度鳴らし、潮意を表した。その日、遅く、ナイアガラ砦でのアメリカ軍守備兵も、同じように長砲を鳴らした。数千の人々が、葬儀に参列したが、当時のアッパーカナダの人口を考えれば驚くべき、ことだった。ブロックとマクドーネルの意外は、その後三度移され、 最終的には1853年10月13日ブロック記念日の中に収められた。数千の人々が最後の埋葬に参加した。多くのカナダ人はブロックを自分たちの仲間だと見ていたが、ブロック自身はカナダを故郷とは考えていなかった。ブロックはケベック市については好意的であったが、外してこの国を敵地と見ており、ナポレオンと戦うために、 ヨーロッパに転属することを望んだ。さらにブロックはカナダの開拓者たちがアメリカの同調者ではないかと疑っていたので植民地を守るために武器を持たせることを躊躇していた。ブロックはイギリス軍正規兵やテカムセのインディアン戦士と共に戦う方を好んだ。ブロックがテカムセや他のインディアン同盟軍に見せた態度は注目に値する。 ブロックの交わした文章を見れば、ブロックがインディアンを父親のようなヘリくだりで見ていたことがわかるが、テカムセ自身を非常に高く評価していた。ブロックは、テカムセをインディアンのエリントン公と呼び、テカムセより賢明で勇敢な戦士はいないと信じると言った。インディアンたちにもそれなりの尊敬の念で接した。ブロックの個人的な高潔さは文章にも表されており、ブロックが生きておれば、 インディアンの故郷について、小児族に約束したことを守ってやろうことがわかる。ブロックは、広い公的な教育が欠けていたが、教育の重要性を認めていた。ブロックは暇な時は部屋に閉じこもり、その教養を高めるための読書にふけていたと、報告されている。ブロックの好みは様々であり、戦術や軍事科学の著作を多く読む一方で、哲学や他のやや実践には、 直接結びつかない分野の本も読んでいた。ブロックの死んだ時に、そのささやかな蔵書の中には、ウィリアム・シェイクスピア、ボルテール及びサミュエル・ジョンソンのものも含まれていた。ブロックが生きている間は、圧倒的な勢いのあったイギリス軍は、ブロックの死によって大きな打撃を被ることになった。ブロックの後継者シェフは、クリーンストンハイツでの指揮はうまくいったが、その後は、 ブロックの域まで達することがなかった。ヨークの戦いで撤退したことについて、ジョン・ストラッチャンなど多くの者に批判を受けたシェフは、間もなく、イギリスに呼び戻され、輝かしくはないものの、そこそこの経歴を積んだ。しかし、デトロイトトリデの後継者は、もっとひどかった。ヘンリー・プロクター大佐は、後に、アメリカ合衆国大統領になったウィリアム・ハリソン式、する再編された。 北西部アメリカ軍の攻撃を受け、ハリソンはデトロイトトリデの再ダッシュに動いたが、その文献隊が1813年1月22日にフレンチタウンで敗北を喫した。プロクターは判断の悪さを露呈し、捕虜をインディアンの手の届くところに放置したために、インディアンが60名の捕虜を処刑してしまった。それに続くアメリカ軍の勝利によって、ハリソンは、 カナダ侵攻の軍を起こし、10月5日のテムズの戦いにつながった。この戦いでは、アメリカ軍の攻勢に怯んだプロクターが撤退し、テカムセとそのインディアン戦士だけで戦わせることになった。テカムセたちは抗戦したが結局敗北した。多分、イギリス軍にとって大きな影を落としたのが、この戦いでのテカムセの死とそれに続く、同盟インディアンとの協調の終焉であった。 ブロックとしばしば衝突していたプレボスト総督の方は1814年のプラッツバーグの戦いの後までイギリス軍の指揮を続けた。プラッツバーグの戦いは海軍と陸軍不評が共同して攻撃をかける子が意図されていたがプレボストは古城での戦いが終わるまで陸軍を動かそうとはしなかった。プレボストが攻撃をかけさせた時は 最近昇進したばかりのウール少佐に引きられる少数のアメリ製騎兵が確保したサラナック川の橋を越えられなかった。戦力的にはかなり上回っていたにもかかわらず、プレボストは海軍の敗北を聞くと撤退を決めた。この失敗によってプレボストはイギリスに呼び戻され審問にかけられることになった。プレボストは間もなく健康を害し、1815年早々に死んだ。 ブロックの功績は当時ヨーロッパで行われていた大規模戦争の陰に隠れていたが彼の死は広く伝えられ特に故郷のガンジー島で注目されたカナダでのイギリス軍指揮官の失敗が続きブロックの傑出した評価を高めることになったロンドンではセントポール大聖堂にブロックの記念碑があるデトロイトトリでの勝利でブロックはバスン賞を授けられたがその知らせは 彼の死後にカナダに届き除君されたことを知らないままであった。第49連隊が解組されたロイヤルバークシャー連隊の基地はバークシャーのレディングにあり、1881年に作られた時、ブロックの宿営と名付けられた。イギリス海軍の艦船 HMS アイザック・ブロックは建造中にヨークの戦いで破壊された。ブロックの成果は、 セントピーターポートのハイストリートに残っており、下の木座橋は薬局になっている。ブロックの長靴と銘板が飾られている。カナダ政府が拠出した記念碑がセントピーターポートの教区協会、タウンチャーチの側面に立っている。ブロック大学は高い功績を挙げたガーンジー島の学生に2つの席を設けている。1969年と1996年に ガーンジー島郵便局は、ブロックの人生と功績を称える切手を発行した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。